サッカーファンの皆さん、こんばんは。雨の中でのナイトゲームをお送りします。白熱のスタジアムからサッカー中継をお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、大一番を前に会場は興奮のるつぼと化しています。福西さん、すごい試合になりそうですね。こういう試合ではサポーターの応援もいつもより穏やかに感じますね。落ち着いてサッカーを見るにはちょうどいいかもしれません。いい試合を期待しています。こちらがホームチームの先発メンバーです。福西さん、 4-4-2 のフォーメーションでしょうか。はい、非常に各ポジションのバランスが取れた形です。攻撃はサイドの選手が起点になるでしょうね。アウェーチームのラインナップをご覧ください。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。今日は激しい戦いが期待されます。互いにこの試合は負けたくないでしょうね。サンフレッチェは2012年に見事優勝しました。意外ですが、オリジナル10でリーグセントカップ戦のどちらも取っていなかったのはこの時点でサンフレッチェだけでした。全体的にリーグ戦での活躍の方が目立ちます。悪い話ではないんですけどね。前が空いている。いいクロスだ。ここで取り返しました。チャンスになりそうです。パワフルなシュートでしたが枠には飛びません。どこを狙ったんだというようなシュートになってしまいました。他の選択肢もあったんじゃないでしょうか。ドーグラス、これはいけそうだ。先制です。試合序盤に相手をリードしました。映像が来ました。細かくボールをつなぎディフェンスを崩していきます。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。監督も厳しい表情です。早く同点に追いつきたいでしょう。青山敏弘、プレスが効いている。ゴールを見る。決まった。立て続けに追加点。これで2点のリードです。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。ドリブルでボールを前へ。いい攻撃を見せましたがここでボールを失います。これは見事に奪いました。ここでフィニッシュか。ナイスキーパー。ゴールを割らせません。
エリア内へ向かうか。この攻撃は身を結び、見事なセーブ。ここはしのぎました。今のを決められなかったのは信じられません。ああいうチャンスは滅多にないのでもったいないですよね。追い上げなるか。1対1からシュートを決めるだけという場面でしたがミスになりました。プレッシャーでしょうか。考えたことに足がついていかなかったようですね。三丸ひろむ、ここで取り返す。ゴールに向かっています。ナイスディフェンスです。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。狙いすましたシュートはわずかに枠の外。いい判断だったと思います。決まる確率が高いシュートでした。ドーグラス、素晴らしいボールです。ここでカットされました。ドーグラス、このボールはキーパーがやすやすとキャッチしました。青山敏弘、タックルで止めに来た。ボールがこぼれている。ドーグラス・ビエイラ、さあカウンターを仕掛けるか。オフサイドです。チャンスの場面でしたが走り出すタイミングが合いませんでした。危ない場面もディフェンスがクリア。おっとボールを取り返した。林拓人が処理、高い位置でカットしました。キーパーがセーブしました。サンフレッチェが攻めに出ます。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。ディフェンダーがうまく読んでいました。高い位置でカットします。ハンドを取られました。今のは仕方ないですね。ここでカットしました。ここはサイドに持ち出すでしょうか。おっと裏へ出した。決まった。キーパーはどこにいたんでしょうか。福西さん、ゴールがガラ空きでしたね。はい、これは簡単でしたね。プレゼントしてもらったようなゴールでした。ドリブルで運びます。いや攻撃は止められました。相手ボールです。ドーグラス・ビエイラ、タックルで止めました。スローインです。いいところに出します。スライディングジャンプ1番、キッカーがコーナーに向かいます。中に入れた。これはクリアが小さいか。まだ危険は去っていません。
決めれば同点。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対1。ゲームはハーフタイム。後半はサンフレッチェ広島のキックオフで始まります。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。ドーグラス・ビエイラ、ボールを取りました。さてどうする。サイドのスペースを使ってきました。クロスボールがボックス内へ。クリアしきれない。相手のチャンスとなるか。このパスは読んでいました。いい形でゴール前まで持ってきました。パスカット、ハンドのファール。手に当たってしまいましたね。ドーグラス・ビエイラ、青山、一度クリアしたい状況ですが、ゴールが決まったかと思いましたが、結局キーパーが抑えました。最初のセーブが素晴らしかったですね。マーカーを抜いた。深くえぐってマイナスに出す。シュートは入るか。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。このボールは外に出てスローインでの再開となります。これはチャンス。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ボールをカット、裏も見えていたのか。つながりそうでしたがインターセプトされました。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。同点ゴールが来るか。キーパーは止めた。チームのピンチを見事に救いましたね。コーナーキックが入ります。クリアが小さい。これを守りきれるのか。カウンターのチャンスです。パスは通さない。ここでインターセプト。プレッシャーをかけられても難なくトラップしています。いいパスだ。ここはキーパーが弾き出します。キーパーのファインセーブです。これはいい反応を見せました。素晴らしいボールです。決まった。ゴール。これで同点に追いつきました。一時は2点のビハインドにあったチームが息を吹き返しました。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。
選手の交代があるようです。両チームともに準備をしています。両者一歩も譲らない攻防が続いていますね。お互いにかなりのチャンスを生み出し、それを得点に結びつけてきました。取られたら取り返すという展開は見ていても興奮しますね。このボールは重要です。もう決めれば勝ち越しです。強烈なシュートでしたが枠を捉えきれません。近距離なので威力のあるシュートより精度のあるシュートの方が良かったんじゃないでしょうか。味方にパスを出します。近距離からのシュートでしたが枠の外。力強いシュートでしたが少し枠を外れていました。これが最後の ここはキーパーがよく抑えました。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。決定的なパス、シュートを狙う林拓人がしっかり止めました。スローインとなります。残り時間が少ないですし、あそこでキーパーに阻まれ点リードできない。小山ストメア、この時間で見事にリードしました。これは大きなゴールですね。この後の戦術に注目です。さあ映像が来ました。このマイナスの折り返しが素晴らしかったです。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ、冷静に決めました。できればリードを許したくなかったでしょう。監督も苦い表情です。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。ここはナイスタックル、タッチラインにクリアしました。これはナイスカット、うまく読んでいました。サイドが空いていますね。危険なタックルでした。レッドが出るかもしれません。サンフレッチェ、これは痛い退場。スライディングに行きましたが完全に足がかかってしまいましたね。選手が交代します。疲労を考慮しての交代ということでしょうか。ボールはラインを割りました。ゴールキックです。アディショナルタイムが3分追加されました。同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。いい狙いでしたがスルーパスが強すぎました。試合終了です。アウェーチームはこのリーグ戦に敗北を喫しました。選手たちは気持ちが切れていたのかもしれませんね。あの時間に決勝ゴールを許してしまったのはショックでしょう。本節はサッカーの怖さを改めて感じるゲームになったんじゃないでしょうか。